太宰治作東京八景私は天沼のアパートに帰りあらゆる望みを放棄した薄に汚れた肉体をごろりと横たえた私ははや29歳であった何もなかった私には土寺一枚栄一も北きりであった もうこの辺がどん底というものであろうと思った長兄からの月々の仕送りにすがって虫のように黙って暮らしたけれどもまだまだそれはどん底ではなかったその年の早春に私はある洋画家から思いも設けなかった意外の相談を受けたのであるごく親しい友人であった 私は話を聞いて窒息しそうになった。H がすでに悲しい間違いをしていたのである。あの不吉な病院から出た時自動車の中で私の何でもない抽象的な方言にひどくどぎまぎした H の様子がふっと思い出された。私は H に苦労をかけてきたがけれども生きてある限りは H と共に暮らしていくつもりでいたのだ。私の愛情の表現はまずいから H もまた洋画家もそれに気がついてくれなかったのである相談を受けても私にはどうすることもできなかった私は誰にも傷をつけたくないと思った3人の中では私が一番の年長者であった 私だけでも落ち着いて立派な指図をしたいと思ったのだがやはり私はあまりのことに転倒し狼狽しおろおろしてしまってかえってエイチたちに軽蔑されたくらいであった何もできなかったそのうちに大がかはだんだん逃げ腰になった私は苦しい中でもエイチを不憫に思った 一はもう死ぬるつもりでいるらしかったどうにもやりきれなくなった時に私も死ぬことを考える2人で一緒に死のう神様だって許してくれる私たちは仲の良い兄弟のように旅に出た水上温泉その夜2人は山で自殺を図った H を死なせてはならぬと思った。私はそのことに努力した。H は生きた。私も見事に失敗した。薬品を用いたのである。私たちはとうとう別れた。H をこの上引き止める勇気が私になかった。捨てたと言われてもよい。人道主義とやらの虚勢で。 我慢を装ってみてもその後の日々の醜悪な地獄が明確に見えているような気がした H は一人で田舎の母親のもとへ帰っていった洋画家の消息はわからなかった私は一人アパートに残って自炊の生活を始めた焼酎を飲むことを覚えた 歯がボロボロロに欠けてきた。私は卑しい顔になった私はアパートの近くの下宿に移った最下等の下宿屋であった私はそれが自分にふさわしいと思ったこれがこの世の見納めと門辺に立てば月影や枯れ野は走り松は佇む 私は下宿の四畳半で一人で酒を飲み酔っては下宿を出て下宿の門中に寄りかかりそんなでたらめな歌を小声でつぶやいていることが多かった二三の共に離れ難い親友のほかには誰も私を相手にしなかった私が世の中からどんなに見られているのか少しずつ私にも分かってきた 私は無知狂慢のブライまたは白痴、または加藤狡猾の公職官偽天才の詐欺師贅沢三昧の暮らしをして金に詰まると狂言自殺をして田舎の親たちを脅かす低粛の妻を犬か猫のように虐待してとうとうこれを追い出した その他さまざまな伝説が長唱剣を憤怒をもって世人に語られ私は全く葬り去られ廃人の待遇を受けていたのである私はそれに気が付き下宿から一歩も外に出たくなくなった酒のない夜は塩せんべいをかじりながら探偵小説を読むのが かかかすに楽しかった。雑誌社からも新聞社からも原稿の注文は何もないまた何も書きたくなかった書けなかったけれどもあの病気中の釈遷については誰もそれを催促する人はなかったが私は夜の夢の中でさえ苦しんだ私はもう30歳になっていた 何の天気でそうなったろう私は生きなければならぬと思った。故郷の家の不幸が私にその当然の力を与えたのか。長兄が代議士に当選してその直後に選挙違反で起訴された。私は長兄の厳しい人格を畏敬している。周囲に悪い者がいたのに違いない。 姉が死んだ、甥いが死んだ、いとこが死んだ、私はそれらを風文によって知った。早くから故郷の人たちとはすべて音信不通になっていたのである。相続く故郷の不幸が寝そべっている私の上半身を少しずつ起こしてくれた。私は 故郷の家のの家大きさに,はにかんでいたのだ。金持ちの子というハンデキャップにやけくそを起こしていたのだ不当に恵まれているという嫌な恐怖感が幼児から私を卑屈にし遠征的にしていた金持ちの子供は金持ちの子供らしく大地獄に落ちなければならぬという信仰を持っていた。 逃げるのは卑怯だ。立派に悪業の子として死にたいと努めたけれども一夜気が付いてみると私は金持ちの子供どころか着て出る着物さえない先民であった故郷からの仕送りの金も今年一年で切れるはずだすでに戸籍は分けられてある しかも私の生まれて育った故郷の家も今は不幸せの底にある。もはや私には人に恐縮しなければならぬような聖徳の特権が何もない、かえってマイナスだけである。その自覚ともう一つ、下宿の一室に死ぬる気迫も失って寝転んでいる間に。 私の体が不思議にめきめき頑強になってきたという事実をも大いに重要な一因として挙げなければならぬ。なおまた年齢戦争歴史観の動揺怠惰への嫌悪文学への虚偽謙虚「神はある」などといろいろ挙げることもできるであろうが 人の天気の説明はどうもなんだかそらぞらしい。その説明がギリギリに性格を期したものであっても、それでも必ずどこかに嘘の感激がによっているものだ。人はいつもこう考えたり、そう思ったりして航路を選んでいるものではないからでもあろう。多くの場合、 人はいつの間にか違う野原を歩いている私はその三十歳の初夏初めて本気に分筆生活を志願した思えば遅い志願であった私は下宿の何一つ道具らしいもののない四畳半の部屋で懸命に書いた下宿の夕飯がおひつに残れば それでこっそり握り飯を作っておいて深夜の仕事の空腹に備えた今度は遺書として書くのではなかった生きてゆくために書いたのだ一先輩は私を励ましてくれた世人がこぞって私を憎み嘲笑していてもその先輩作家だけは終始変わらず 私の人間を密かに支持してくださった私はその尊い信頼にも報いなければならぬやがて「奪捨て」という作品ができた H とみなかみ温泉へ死にに行った時のことを正直に書いたこれはすぐに売れた忘れずに私の作品を待っていてくれた編集者が一人あったのである 私はその原稿料を無駄に使わずまず質屋からよそ行きの着物を一枚受け出し着飾って旅に出た「甲州の山である」さらに思いを新たにして長い小説に取りかかるつもりであった甲州には万一か年いた長い小説は完成しなかったが 短編は10以上発表した。処方から指示の声を聞いた「分断をありがたいところだと思った」「一生そこで暮らしうるものは幸いなるかなと思った」「翌年昭和14年の正月に私はあの先輩のお世話で平凡な見合い結婚をした」「いや平凡ではなかった」 私は無一文で婚礼の式を挙げたのである甲府市の町外れに二部屋だけの小さい家を借りて私たちは住んだその家の家賃は一括月六円五十銭であった私は創作集を続けて二冊出版したわずかに余裕ができた 私は気がかりの釈戦を少しずつ整理したがこれはなかなかの事業であったその年の初秋に東,東京市街三鷹町に移住したもはやここは東京市ではない私の東京市の生活は荻窪の下宿からカバン一つ持って 講州に出かけた時にもう中断されてしまっていたのである私は今は一個の現行生活者である旅に出ても宿帳には「こだわらず分泌行」と書いている苦しさはあっても滅多に言わない以前に勝る苦しさはあっても私は微笑を装っている 馬鹿どもは私を俗化したと言っている。毎日武蔵野の夕日は大きい。ブルブル煮えたぎって落ちている。私は夕日の見える三条間にあぐらをかいて、わびしい食事をしながら妻に言った。僕はこんな男だから出世もできないし、お金持ちにもならない。けれども、 この家一つは何とかして守っていくつもりだその時にふと東京八景を思いついたのである過去が走馬灯のように胸の中で回ったここは東京市街ではあるがすぐ近くの井の頭公園も東京名所の一つに数えられているのだからこの武蔵野の夕日を 東京八景の中に加入させたって差し支えない。あと七景を決定しようと、私は自分の胸の中のアルバムを送ってみた。しかしこの場合、芸術になるのは東京の風景ではなかった。風景の中の私であった。芸術が私を欺いたのか、私が芸術を欺いたのか、 結論芸術は私である「戸塚の梅雨」「本郷の黄昏」「神田の祭礼」「柏木の初雪」「八丁堀の花火」「芝の満月」「天沼の日暮し」「銀座の稲妻」 農荻スス窪の朝霧武蔵野の夕日思い出の暗い花がパラパラ踊って生理は至難であったまた無理にこさえて八景にまとめるのも下下たことだと思ったそのうちに私はこの春と夏さらに 2系を見つけてしまったのである。「今年4月4日に私は小石川の大先輩 S さんを訪れた S さんには私は5年前の病気の時に随分ご心配をおかけしたついにはひどく叱られ波紋のようになっていたのであるが今年の正月には5年死に行きお詫びとお礼を申し上げた」。 それからずっとまたご無沙汰してその日は親友の著書の出版記念会の発起人になってもらいに上がったのである。ご在宅であった願いを聞き入れていただきそれから絵のお話や芥川龍之介の文学についてのお話などを伺った僕は君には意地悪くしてきたような気もするが。 今になってみるとかえってそれが良い結果になったようで僕は嬉しいと思っているのだ。例の重い口調でそうも言われた。自動車で一緒に上野に出かけた。美術館で洋画の展覧会を見た。つまらない絵が多かった。私は一枚の絵の前に立ち止まった。 やがて S さんもそばへ来られてその絵にずっと顔を近づけ「甘いねえ」と無心に言われた「駄目です」私もはっきり言った「H」のあの洋画家の絵であった美術館を出てそれから茅場町で「美しき争い」という映画の使者を一緒に見せていただき後に銀座へ出て お茶を飲み、一日遊んだ。夕方になって S さんは新橋駅からバスで帰ると言われるので私も新橋駅まで一緒に歩いた途中で私は東京八景の計画を S さんにお聞かせした「さすがに武蔵野の夕日は大きい日ですよ」<S, S さんは新橋駅前の橋の上で立ち止まり 「絵になるねえ」と低い声で言って銀座の端の方を指さした「はあ私も立ち止まって眺めた」「絵になるねえ」重ねて独り言のようにしておっしゃった眺められている風景よりも眺めている S さんとその波紋の悪い弟子の姿を 私は東京八景の一つに編入しようと思ったそれから二月ほど経って私はさらに明るい一景を得た「某日、妻の妹からいよいよ T が明日出発することになりました芝公園でちょっと面会できるそうです明朝9時に芝公園へ来てください」。 兄上から T へ「私の気持ちをうまく伝えてやってください。私はバカですから T には何も言ってないのです」という速達が来たのである妹は22歳であるが柄が小さいから子供のように見える昨年 T 君と見合いをして結婚したけれども結納の直後に T 君は王将になって 東京のある連帯に入った。私も一度軍服の T 君と会って30分ほど話をしたことがあるハキハキした上品な青年であった明日いよいよ戦地へ出発することになった様子であるその即達が来てから2時間も経たぬうちにまた妹から即達が来たそれには「よく考えてみましたら」 宣告のお願いははすっぱなことだと気がつきました。T には何もおっしゃらなくてもいいのです。ただお見送りだけしてください。と書いてあったので私も妻も吹き出した。一人でてんてこまいしている様がよくわかるのである。妹はその23日前から T 君の両親の家に手伝いに行っていたのである。 翌朝、私たちは早く起きて芝公園に出かけた増上寺の境内に大勢の見送り人が集まっていたカーキ色の断服を着て忙しげに群衆をかき分けて歩き回っている老人を捕まえて訪ねると「T 君の舞台は山門の前にちょっと立ち寄り5分間休憩してすぐにまた出発」と という答えであった私たちは境内から出て山門の前に立ち T 君の舞台の到着を待ったやがて妹も小さい旗を持って T 君の両親と一緒にやってきた私は T 君の両親とは初対面であるまだはっきり親戚になったわけでもなし社交下手の私はろくに挨拶もしなかった 軽く黙礼しただけで「どうだ落ち着いているか?」と妹の方に話しかけた「何でもないさ」妹は陽気に笑って見せた「どうしてこうなんでしょう?」妻は顔をしかめたそんなにゲラゲラ笑って T 君の見送り人はひどく多かった T 君の名前を書き記した大きいのぼりが 六本も山門の前に立ち並んだ。T 君の家の工場で働いている職工さん、助行さんたちも工場を休んで見送りに来た。私は皆から離れて山門の端の方に立った。悲願んでいたのである。T 君の家は金持ちだ。私は歯も欠けて服装もだらしない。 袴も履いていなければ帽子さえかぶっていない貧乏分子だ息子の許嫁の薄汚い身内が来たと T 君の両親たちは思っているに違いない妹が私の方に話しに来てもお前は今日は大事な役なのだからお父さんのそばについていなさいと言って追いやった T 君の舞台はなかなか来なかった 十時十一時十二時になっても来なかった女学校の修学旅行の団体が遊覧バスに乗って幾組も目の前を通るバスの扉にその女学校の名前を書いた紙片が貼り付けられてある故郷の女学校の名もあった長兄の長女もその女学校に入っているはずである 乗っていいるのかもしれないこの東京名所の増上寺三門の前にバカな叔父がのっそり立っている様を叔父とも知らず無心に眺めて通ったのかもしれないなどと思った20代ほど耐えては続き三門の前を通りバスの女車掌がその度ごとに ちょうど私を指さして何か説明を始めるのである初めは平気を装っていたがおしまいには私もポーズをつけてみたりなどしたバルザック像のようにゆったりと腕組みしたすると私自身が東京名所の一つになってしまったような気さえしてきたのである一時近くになって 来た来たという叫びが起こって間もなく兵隊を満載したトラックが三門前に到着した T 君はダットさん運転の技術を体得していたのでそのトラックの運転台に乗っていた私は人混みの後ろからぼんやり眺めていた「兄さんいつの間にか私のそばに来ていた妹がそう小声で言って」。 私の背中を強く押した「気を取り直して見ると運転台から降りた T 君は群衆の一番後ろに立っている私をいち早く見つけた様子で挙手の礼をしているのである」「私はそれでも一瞬疑って辺りを見回し躊躇したがやはり私に礼をしているのに違いなかった。 私は決意して群衆をかき分け妹と一緒に T 君の面前まで進んだあとのことは心配ないんだ妹はこんなバカですがでも女の一番大事な心がけは知っているはずなんだ少しも心配ないんだ私たちみんなで引き受けます私は珍しくちっとも笑わずに言った 妹の顔を見るとこれもやや仰向きになって緊張している T 君は少し顔を赤からめ黙ってまた挙手の礼をしたあとお前から言うことないか今度は私も笑って妹に尋ねた妹は「もういい」と顔を伏せていったすぐ出発の号令が下った 私は再び人混みの中にこそこそ隠れていったがやはり妹に背中を押されて今度は運転台の下まで進出してしまったその辺には T 君の両親が立っているだけである安心して行ってきたまえ私は大きい声で言った T 君の元婦はふと振り返って私の顔を見た「バカに出しゃばる」 こいつは何者という不機嫌の色がその原譜の目つきにちらと見えた。けれども私はその時はたじろがなかった。人間のプライドの究極の立脚点はあれにもこれにも死ぬほど苦しんだことがありますと言い切れる自覚ではないか。私は兵士合格でしかも貧乏だが。 今はは遠慮することはない。東京名所はさらに大きい声で「あとは心配ないぞ」と叫んだこれから T 君と妹との結婚のことで万一難しい場合がジャッキしたところで私は世間体などに構わぬ無法者だ必ず二人の最後の力になってやれると思った 増上寺三門の一計を得て私は自分の作品の構想も今や十分に弓を満月のごとくきりりと引き絞ったような気がしたそれから数日後東京市の大地図とペンインク原稿用紙を持って遺産で伊豆に旅立った 伊豆の温泉宿に到着してからはどんなことになったか旅立ってからもう10日もたっつけれどまだあの温泉宿にいるようである何をしていることやら。